ロングアイランド、またセイレーンが現れたようなのです。そうは言うがな、あやなみ、今回被害は何もなかったそうだね。幸いなことだよ。みんなの警備のおかげなのね。もちろん幽霊さんたちも自室の警備をしていたわけだがね。はい、それについては最強クラスの警備だと自負できるです。ただこんなことが今後も続くとなると眠りにくくなるです。いつどこから出てくるかもわからない相手、ずっと気にしていてはこっちが持たないよ。違うの？我々は危険と隣り合わせながら日々を楽しく過ごすなの。ロングアイランド、その心意気はかっこいいです。それで綾波、他に要件はないのかい？今日は何も持ってきてくれなかったのかね。いえ、中央の熊野さんのおすすめ曲を初回限定版でお持ちしてます。お聴きくださいです。おほう、お主も気が利くのよ。あ、かなりいい曲なのこれ。気に入っていただけて何よりです。最近ヘビーローテーション中なので。これは後で幽霊さんの一押しも重ねば。楽しみにしているといいでござるなの。島風は
王とロイヤルが共同警備を毎日実施中だなんてすごいよな。ここが今全世界で一番安全なんじゃない？そうでしょうとも。枕を高くして眠ってください。昨日の一件も大事には至りませんでしたし。ドンファンが一番好きだけど、姉ちゃんたちを呼んで観光してみたくなった。そう言ってもらえるなんて嬉しいわ。でもここまで警備を強化しているのに、セイレーンが来ること自体を阻めるまでには至ってないのよね。そこが残念だわ。ご安心ください。セイレーンの技術の解析は引き続き行っていますよ。ロイヤルでは解析してないのかよ。ってユニオンもだけどね。セイレーンの技術なんて簡単には扱えないよ。難易度だけでなく心理的な問題もあるかしら。彼女たちが平和な隣人だと良かったのだけどね。アタゴさん、間近で対峙してみてどうでした？返答に困るわね。こちらと同じ言語を使ってくれるのはありがたかったけど、率直な感想を言うと熱を感じなかったの。熱？体温とかそういうの？その表現で間違ってないと思う。確かに人の姿をした相手がちゃんとした言葉で喋っているのに、壁、いえ氷に話しかけているみたいだったわ。暑い時はありがたいかも。かき氷にするといい。ピンハイちゃん、今は大事な話よ。まあ真剣に考えても仕方がないかも。私たちの理解を超えた相手だから。あ、皆さん、そろそろ移動した方がいいですよ。鉄血の皆さんが参加される演習の時間が近いです。先ほどよりはよほど早く飛ばせるようになったのではないか。こんなんじゃまだダメ。セイレーン相手じゃ足りないよ。何がいけないんだろう。操作の目利き、方位と射角を割り出す精度、そして何より艦載機を操る己自身を信じることだ。先を行く艦載機よりさらに先を思い描く。そして力まず送り出す。すごい、あんなに早く遠くまで。私よりお前の方が才覚がある。あとは練習を重ねるだけだ。幸いセイレーンどももそこまで慌ただしくない。練習するくらいの時間は取らせてくれる。私、カガさんより上手にできるなんて全く思えないよ。そんなことはない。なんせ私は最初艦載機を扱うこと自体から逃げたからな。上手に飛ばすとか以前の問題だった。少し恥ずかしいが本当の話だ。私のせいで随分と大勢に迷惑をかけた。今こうして何とかやれているのは天城さんのおかげだ。天城さん？ああ、赤城のお姉さんだな。天城さんには
今でも教えてもらったりするの？うん、聞くことはある。彼女はうんと近くてとても遠いところにいるからな。この海をどこまで行っても見つけることはかなわないが、目を閉じるだけでいつでもあの人に会うことができる。湿っぽい話をしてすまなかった。ごめんなさい。いいんだ、昔のことだ。私が技術を磨くのは過去との決別のためでもある。しかしこの世の誰しもが過去を引きずることもなかろう。ユニコーンはあくまで自分のペースで鍛錬すればよい。なんならそこでずっと立ち聞きをしている我ら獣王の指揮官少し付き合ってくれないか？はい。演習で見ただろ、なかなか楽しい戦場を起こせるものだ。お前も遠慮なくやるといい。はい、よろしくお願いします。行こうかしら。待ってる間に一曲いかが？回線である。お手伝い、私も手伝うよ。あれあれ、沈めるわね。残念だな。全部倒しちゃおうかしら。何かしら。壊れたら修理してあげるにゃ。さあ本気を出しちゃおうかしら。残念ね。まだいるの？いやいや、ダメ。あんた、私も手伝うよ。終わりよ。これでも耐えられるかしら。壊れたら修理してあげるにゃ。それ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 、ビッグセブンの力に恐れおののくがよい。魂ごと消し去ろう。食らうぞ。分かったわ、お任せよ。お塩が、はい、お疲れ様。壊れたら修理してあげるか。どんどん行きますわ。それよと相対したことを後悔するがよい。お姉さんに任せなさい。うん、準備。はい、これでおしまい。痛いでしょ。痛いよ。そろそろいいわよね。これでも耐えられるかしら。壊れたら修理してあげるにゃ。もっとよ。変化割の手打ちだよ。しっかり命中したよ。それ世に続け。恨みはないか。こんなにまだまだ来るにゃ。食らうぞ。ビッグセブンの力に恐れる。今度こそ私が暴れる番だ。壊れたら修理してあげるにゃ。お姉さんに任せなさい。これで決めるわ。
押し寄せる。いや、敵だけや。今度は誰かしら。おら。いい出来よ。赤城の愛は胸の中でたぎっています。よし、きっかけをつかめたか。よし、ご協力感謝するぞ、島風指揮官殿。新しい商品を入荷したにゃ。行こうかしら。なるほど、ローディング中なのね。よかろう。バオスダイ、私も手伝うよ。残念ね。そこね。あらあら、何かしら。お仕置き。やるじゃないか。避けられないわよ。はーい、お疲れ様。やった。痛いでしょ。壊れたら修理してあげるにゃ。どうしよう。あたしの手伝いよ。そろそろいいわよね。行くよ。準備。はい、できた。大丈夫。終わりよ。やば、痛いだし。あれ、こうなる。完璧。というのはいいわね。矛を収める日が来るように。手に商品に触っちゃダメにゃ。マイ完成にゃ。マイバーリーにゃ。完成にゃ。ケツの皆さんだ。あら、獣王から島風指揮官がお越しね。相方はどうしたのかしら。はい、駿河ならあっちで休んでいます。今日この後の演習よろしくお願いいたします。始まってすぐ11時の方向。始まってすぐ11時の方向。 She seems to be nervous。 あれ、せい23度の。すまない、彼女はイメージトレーニングの真っ最中なんだ。出力全開にしつつ範囲を絞り砲撃。出力全開にしつつ範囲を絞り砲撃。ものすごく怖いくらい集中してる。こちらの声も聞こえないみたい。退治したら苦戦は免れなさそうですね。鉄血は見ての通り、前衛に出られるメンバーは私たちしかいないの。でもキューブを集めるルールだと、私たちでも工夫すれば勝機はあるわね。キューブはもう集めなくてもいいのだがね。それは私たちの事情というだけでしょ。評議会を二人だけでも勝てって言ってくるんじゃない。いえ、もう連絡が来てるとか。移送の解析ご苦労、以上の連絡はないの。老人たちには若者をいたわる言葉の持ち合わせがないらしい。彼らに次の時代を任せてよいか不安になる。
少しは我々の主張も認めてもらいたいものね。なんだ、これからやることは評議会への牽制なの？申し訳ない、君を置いてけぼりにしてしまったようね。同盟を結んでいる中央陣営の若き指揮官に対する態度ではなかったかしら。目的はあくまで技術のアピール、目的はあくまで技術のアピール、目的はあくまで技術のアピール。お詫びついでに島風指揮官には一つお願い事をしたい。この手紙をといってもメモ程度のものだが、中央で君が特に大切に思う人に渡してほしい。深く考える必要はないの。大した内容ではないし、誰に渡そうが何か結末が変わるわけでもない。今のビスマルクは嘘は言っていないわ。好きにしなさい。わかりました。ここで会うとは奇遇よな。長門様、この後の練習で戦わせていただく鉄血の方々からのメッセージをいただきました。新書の類か。はっ、中央の大切な人にお見せするようにと。世ではなく赤城に渡した方が良いのではないか。そうは思いません。よかろう、中身を確認しようではないか。獣王の企みは分かっているぞ。なんでしょうこの文面。他には何も書いてない。ふむ、なんぞ鉄血が企んでいるのやもしれぬ。鉄血の動向には気をつけてくれ。はっ、心得ました。駿河と共に頑張ります。早く決めるにゃ。島風？どうしたんだ？この後の演習で戦わせていただく鉄血の方々からのメッセージみたいです。わざわざメモにするの？何か意味はあるのかしら。島風も中央で大切な人にも見せてくれって。すごい照れるんだけど。中央で大切って言ったら、私なんかより祭事を担う長門様でしょうが。いえいえ、島風は駿河と見たかったんだ。ね、一緒に見てみない？どれどれ。中央の企みは分かっているぞ。なんだろうこの文面。他には何も書いてない。怖いね。企み、キューブ集めのことか。鉄血のビスマルクさんは切れ者だからな。部屋で触手みたいな得体の知れない偽装も見たし、正直すごい人なんだろうけど、何を考えているのか分からせない人でもあるよ。それはきっと合同大演習の2日目に現れたセイレーンのものだね。ビスマルクさんが解析を担当することになってたから。そうか。でも
セイレーンと獣王は実際にはつながってない。ビスマルクさんに誤解されていることもあるかもしれない。島風、私はこのメモのことを赤城様たちに話してこようと思う。セルガ、私も行く。一緒に行こう。練習まで時間がないから急がないとね。島風は早いぞ。早く決めるにゃ。あら、島風じゃない。連日ご苦労様。赤城さん、この後の演習で戦わせていただく鉄血の方々からのメッセージをいただきました。演習直前ね。はっ、獣王の大切な人にお見せするようにと。それは位の高さのことを言っているのかしら。島風、あなたのパートナーのことを指しているのではなくて。いえ、赤城さんにお見せするべきだと思いました。そう、では中身を見るとしましょう。獣王の企みは分かっているぞ。なんでしょうこの文面。他には何も書いてない。怖いですね。びっくり。エンタープライズ以外に。そうね、ビスマルクならたどり着けるでしょうね。真実に。島風、メッセージの伝達ありがとう。警戒態勢を敷いておくわ。難しい演習になるかもしれないけど、頑張ってくれるかしら。はい、もちろんです。早く決めるにゃ。皆さん、遠い海までようこそにゃ。大演習も早いもので4日目。連日この中継も大盛況で、視聴率から何まで好評でとってもありがたいにゃ。だから今日もお返しとして盛り上げないといけない。分かっているかにゃ、ビスマルク。勝手は理解しているよ。今の一言のどこに簡単する要素があるにゃ。まあとにかくよろしくにゃ、ビスマルク。ああ。何を言っても受けるとは、これがカリスマというやつ。半分くらい譲ってほしいにゃ。中継をご覧の皆様、私の発言よりずっと面白いものをお目にかけよう。明石は詳細を聞かされてない。まあ時間をあげるから好きにするにゃ。忙しいところ、わざわざ参加してくれた鉄血へのサービスにゃ。何が始まるんでしょう。とにかく注意しておこう。まずは自分たちの身は自分で守らないと。そこまで信用できない相手なんですか、全23議長。本日までの演習ではずっと模擬弾を使用しているけど、肝心の実弾の威力はどれくらいなのか気になったことはないかしら。せっかく艦船同士の戦いを密にお目にかける機会に恵まれているのよ。私たちが敵意なく戦っているのはもう十分に分かっていただけていると思うわ。艦船は人々のため、陣営のため、あくまで平和的に力を誇示できる。我々鉄血は引き続きその例に倣うわ。
でも習いつつもこれから少しだけ実弾を使って誤射をしちゃおうかしら。ああ、始めてくれたまえ。始まってすぐ11時の方向、出力全開にしつつ範囲を絞り砲撃。そんな全23度の、待って、この赤い光、射程を表示してる。本気だぞこれは。危ない島風、下がって。全23、さあ目標に向けて極めて正確に手を滑らせなさい。はあ、どこに着弾したにゃ。早く被害報告。ねえ、そうだな、鉄血が傍観するわけにはいくね。すぐに配下のものに調べさせよう。 U81 鬼ごっこの下準備は終わったってことだよ。にゃにゃ、いつの間にここへ。誤射地点は会場から少し離れた無人倉庫。被害の確認は。さっさと行ってくるぞ。来た。はっ。心配しなくてもちゃんと来てるって。助かる。修繕工事の手配を終えます。獣王の方々と一緒に。分かってるっての。嫌な任務。赤城様、事前のご連絡通り倉庫に誤射しました。工事の見積もりもご覧いただけてますよね。ええ、問題ないわ。その二人は前衛じゃないし、そもそも別の演習に参加していたはず。何もかも準備済みだったのかにゃ。というかこの流れみんなは知ってたのかにゃ。明石には教えてくれないのに。赤城、明石、司会を再開なさい。後で詳しい事情を教えてもらうからにゃ。こんなことが起きるなんて大丈夫なのか。とってもやっちゃった感があるの。クソ、ビスマルクのやつ。私の忠告は裏目に出たのか。ビクタイプじゃないよ。怪我人が出てはいないかしら。メインの攻撃だから、その心配は絶対にないと思う。メイン上手だった。そうだね、きっと心から望んだ作戦というわけじゃなかったんだよね。ユーリーちゃん怖がってないかな。すごいにゃ。中央の倉庫がコッパみじんになってるにゃ。偽装に一体どんな改良を施したのかにゃ。鉄血の科学力はすごすぎるにゃ。ビスマルク、あの人の一番悪いところが出たようですね。私たち普通の人に力を怖がられたりするのが一番良くないことなのに。力を誇示したくなってしまったみたいですね。倉庫なんて演習で万一誤射が起きてもいいようにものすごい高度で作ってあるのが普通なのに。先ほどの砲撃事件を受けた世間の反応は拾えますか。もう調べていますわ。明石の視界のおかげでそれほど大演習、ひいては鉄血への風当たりも悪くないようです。単なる余興パフォーマンスだと受け取っている方が存外に多いみたいで、民衆の気持ちの良さに感謝が必要ですわね。よかった、あんまり騒ぎになってないんだ。でも なんか尋常でない威力でしたよね。鉄血のクラップ社の偽装ってやっぱりすごい。いえ、
あの力はもしかして。はい、私も同じ考えに至っておりました。ミーミ、そういえば先ほどの砲撃手と綾波は親しかったですものね。獣王の建造物を独断で撃つような方ですか？そんなことない。さっきのやりとりの通り命令だったからと思うです。赤城さんがこの件をどう思われているか心配ですけど、綾波はそう気にやまないで。ほんと何でもありの大演習ですわね。金剛さん、お気遣いありがとうです。砲撃の威力普通じゃなかったです。演習場近くの倉庫なんて特別頑丈に作られているはずなのに。確かに信じられん威力だ。どうなっている？鉄血だからということで思いつくとしたら、やっぱりセイレーンの研究。あ、セイレーンの使う弾でも使ったのか？やばいのだ。おーい、島風、駿河。明石さん？これは君たち二人にだけ聞こえるチャンネルで呼びかけてるにゃ。被害の状況はどうでした？砲撃されたのは無人の、今日は使われていない倉庫。倉庫が壊れたこと以外の被害は特になく、どうも前々から話はついていたみたいにゃ。そうでしたか。つまりドッキリですね。うんと気楽な言い方をすればそうなるかにゃ。演習もこのまま続行することに決まったにゃ。でもあんなことをやられた直後にゃ、今日の艦隊のメンバーはくれぐれも慎重に選んでほしいにゃ。はい。はっ。お、いい返事。まあ二人は明るく気楽にやるのが合ってそうだにゃ。注意しつついつも通りにやってくるにゃ。どんどん行きますよ。島風は速いぞ。交戦する前にキューブを集められるだけ集めておこう。あっちは二人しかいないからな。はい。何？ゼー23って人のことが気になるの？気にならないって言えば嘘になるね。じゃあ演習しながら本人の心境でも聞いたら？それから察し任せ。私たちも上から命令されたらさっきみたいなこともしないといけないんだぞ。そうだね。島風艦隊の強化につなげます。